平成26年11月19日、阿蘇市役所で道路河川環境美化コンクールの表彰式が行われました。阿蘇市では、道路河川の環境美化や住民の憩いの場作りを推進しており、その一環として毎年美化コンクールを実施しています。まず、佐藤義之阿蘇市長が、日頃の環境美化への取り組みに感謝しますと挨拶をしました。続いて表彰式では、奨励賞に10団体、佳作に5団体が選ばれ、優秀賞に一宮町手野の小森花公園と刈尾の産山会の2団体が、最優秀賞には波野の和みの花道会が選ばれ、表彰状が手渡されました。その後、最優秀賞を受賞した和みの花道会の挨拶があり、宮川副市長の講評に参加者たちは、今後の活動に役立てようと熱心に耳を傾けていました。また参加者から周辺の道路環境や来年度のコンテストについての要望などが出され、活発な意見交換が行われていました。